俺はおちんちんが大好きなんだよ。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 おちんちんが大好きなんだよ。俺は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 おちんちんが。ごめんね、今日は今にも雨が降り出しそうな天気に君を呼び出して。今日は君に聞いてほしいことがある。いい。僕はおちんちんが大好きなんだ。俺はおちんちんが大好きなんだよ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 。僕はおちんちんが大好きなんだよ。俺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 は岩井社長のおちんちんが大好きなんだよ。俺はおちんちんが大好きなんだよ。俺は今発揮しています。よっ。俺は少女が大嫌いなんだよ。人妻は最高なんだよ。俺は JK が大嫌いなんだよ。 JK はめちゃくちゃ可愛いよ。でも未成年なんだよ。だから無理なんだよ。ごめんね。ごめん。
めんね JK、 ごめんね。すみません、俺の顔を踏んでください。あなたの美しい足で俺の顔を踏んでください。ハイヒールでもいい、スニーカーでもいい、生足でもいい、かっかでかいよ。イギリスのサセックス公爵ヘンリー王子なんですが、昨年に普通の家庭の生活を望み、妻のメーガン妃とともにイギリス王室の高位王室から辞退して財政的にも自立していくことを発表して大きな話題となったんですが、そんなヘンリー王子がアメリカのシリコンバレーを拠点とするベターアップという会社に就職したそうで、さらにヘンリー王子はそのベターアップ社の最高影響責任者となるチーフインパクトオフィサー、略してチンポという役職を与えられたそうです。いやあ皆さん、今日はついにあの方に来ていただくことができました。科学史を大きく塗り替える新元素チンポコを発見した誉れ高きサイエンティスト、ジョーク・エイプリル博士です。博士、ついに科学の歴史に名を残す偉業を成し遂げたわけですが、どうでしょう、今の率直なお気持ちを教えてください。最高です。エンド、それをドーンといけ、もうパンツやな、パンツやな、パンツやな、今パンツが黒かったけどパンツやて、いや、そうかな、あの毛の中に隠れてるか分からへんよ。大丈夫今、大丈夫や、パンツパンツ、あれもうパンツです、パンツです。はい、鶴瓶さん大丈夫？すいません、起きました、起きた、起きた、起きました、起きました。はい、じゃあ、はい、はい、さんまさんの中居君の会なんです。まだ、まだやってきましたよ。はい、最低ですよ。時間不足ですよ、これはもう。いや、これ IBM、 もう IBM やる気あんのかどうかな。あのな、こんな絵の前に東芝 EM もかわいそうやわ。オリンパスも横浜ゴールド、昭和セルもマンダムも全部言ってくれ。ブレーキ落ちるわ。いや、あ、いや、やる気出しなあれ、ニガは、いや、ちょっと、お前、先輩に失礼だ、殴るぞ、お前、お前。もう、ひどいっすよ、つべさん。ちょ、あかんよ、ニガ。テレビ。あ、テレビ。シャキッと、顔洗ってください、顔。顔洗ってください、もう。うん、笑ったら巻きよ。言うや、言うてる場合ないな。シャキッ、立ってもう、座ってるなんて失礼ですよ、もう立って、ビシッと。はい。はい。ビシッと。ね、だってビシッと立ちましょう、立って立ちましょう、ちょっと、はいはい、ビシッと立ちましょうね、はい、立ちましょう、大丈夫大丈夫。あの、